サメの実って売ってるじゃないですか。あ、サメの実なんかアイスの実みたいな言い方してる。スーパーとかで売ってたんですけど。見たことないですよ、スーパーでサメの実とか。昔なんか母がこれ何って言ったらサメって言ってたんで、多分サメなんですよ。前見ましたよ、ツイッターでサメ売ってたって、スーパーでサメ売ってたっつって。本当ですか？本当にツイッターで見ました。まあ地域によっては売ってるんやなっていう。ああメジャーな。あでもあれですよ、ちゃんと切り身っすよ。あ分かってますよ、まんま売ってると思ってないですよ。好きじゃないですから。好きじゃないのに。もうね、誰がまんま売ってると思うんですか。それ市場ですよ、ね。怖いよ、スーパーにサメがドーンと置いてったら。間違えるレジに持っていくの。もう市場じゃないかも。スーパーに入ってサメが吊るされてたら怖いよね。レイアウトと、僕レイアウトの一部かと思うよ、お店の。サメのレイアウトで飾ってる、レイアウトの一部だよ、絶対もサメとか。確かにそうだな。あ、商品なんだみたいな。レジ袋に入らない。もしかしたらレジ袋に入らないって入れようとする人いないでしょ。そんなやついねえよ、売ってても。エコバッグにサメ入れて帰るよ。売っててあの、あこれくださいっつって、ああのレジ袋でっつって、ならねえよ。かさばるよつ。かさばってしょうがないよ。フォートナイトのサメぐらい想像してる。それこそレジ袋入らないでしょ。も持てない。絶対入らないですよ、それ。トラックとか持ってこないと。トラック